ダメや。転びくの花川やて。もう分かってまっとる。長良川河口堰、全長661メートル、海と川を鉄の板で遮断しました。これに反発したのが漁業関係者でした。しかし長良川の河口堰は本格運用を開始いたします。河口堰はできたんで悪かったって言うて、そんで終わってくれるってな、分けりゃいかんやろうって、俺の代で潰すわけにいっかやれって。その手は桑名の焼きハマグリ。ヘドロですね、はい、できるだけ早く開ける。やはり私はどういう効果があって、費用対効果も含め環境対応も含めてですね、開門調査をすべきだと。正直ほっといてくれやわ。この村内が守ってくれとるやんかな。あ、次の代にちゃんと引き継がせてくれたやんな。今回そうではないっていう結論が出るようなら、公益とは何ぞや、私たちにヒアリングをされるのなら、建設を推進された愛知県名古屋市の方々にまず聞かれるのが筋ではないでしょうか。終わります。